お疲れ様スラットです。今日はマクダラ即終了2024 16日目やっていきます。さあ、なんと前回7000ね、はい、到達しまして、オールレベル14のね、はい、プレイヤーともマッチングするみたいな、はい、もうだいぶ進みました。でも限界値ですね。はい、こっからは相手のレベルもあんま変わんないでしょうし、もう己との、はい、戦いかなと言ったところで、まあ目標は7000ちょっともう越しちゃったんで、7500ね、はい、目指しながら、この7100の箱を開けることができれば、リトルプリンスをねゲットできて13人できたりしたら一番理想ですね。はい、ってことでいきましょうか。あー、ちょっといいセールが出てんな、こっちか。いやー、まあこれを買えばリトプリが13にできるんですけど、買わなくてもいい。自力で当てよう。よし。怖すぎます。で、俺のキングタワーレベルがね、前回11になったので、まあ、こんな感じで12当たります。当たり前に当たっていきます。で、なんならマッチング時間次第では13も当たります。さあ、ゴブリンバレル14ね。もう14にもね、動揺しません、私は。14が当たり前だと思ってね。いや、もうジャイ解けねえかな。もしかしたら。あの、やべえのか。もしかして。なるほどね。おもろいやん。え?ボムタワーがなかったんです。僕。攻めてからの。いや、ロケは美味しいんじゃね?そんなコストないだろう。おぶねえ。でけえ。さあ。ヤンキーロケッティーナ来たわ。よし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 。これもうこのままキングまで落ちちゃったりはないか。あー、で、これゴブリンバレル持ってたんで、ウォールブレイカー、スケートでいいか。スケで誘導して、こっちはバレル、やな、打ってあげて。やばい、痛い。いや、もう勝ったと思ってるんですけど、そんなこともねえのか。ジャイか。あー、まあまあ。まあまあまあ、これ入ってくれるかな。やなめ使わせました。でかいね。メガナイトスケで、え、これマジでめちゃくちゃいいこと思いついちゃった。メガナイトスケ、はい。で、ガゴムレお。お、餌の時間ですよと。いやー、進化スケね、結局強いですからね。さあ、ナイス。ちょ、マジで、あと一勝して、どうにかリトプリをね、引きたい。引けなかったら意味ないんですけど。え?そんな簡単にダガーって出るんだ。ウルトラなのに。しかも2枚ぐらい今出なかった。2枚よ。え?美味しすぎん?ダガーガールの道もちょっとあります。まあ、ほんのちょっとっすけどね。結局なんかここまで来れてるのは、この範囲攻撃4枚5枚ぐらい、プラスアルファ単体最強のブラスターのね、組み合わせがいいからだと思ってるんで。さあ、うわ、相手のプロフィール怖え。メガナイトプリンス来るぞ。おい、ロケホームいたね。え、てかプリンスストアよ、珍しい。いや、陸行きはね、ロケット奉仕で歩かせて、よしよしよし、いいいいロケ子です。近畿して、やべ、早すぎたか。やべー、エナチョコした。やだめは残して、いや、これめっちゃいい。リトプリ出して、これカウンター相手メガナイトいないから何で止めるんだろうね。いや、しかもプリンセスタワーなの、ちょっと美味しいな。プリンスとかいるかな。いやー、誘導もでもうまいね。ウッド使いました。いや、華麗なね、ゴブリンバレルが気持ちいい。しかも、まあ、このナイトはウォールブレーカー釣りができちゃうんですよね。え、一発欲しい。ういさあ、あれ。余裕があるの。メガナイトユニレベでもやっぱ高いな。
タワーの HP 差もちょっと痛いんですよね。はいはいはい、怖いよねと。プリンス14解けねえかんな、カッチコチです。いやでもブラスターが強い。わあ来たわ。これで7100でチャンピオン宝箱で、問題は手に入るかどうかなんですけどね。チャンピオンって何種類ぐらいいるんだろう。10種類ぐらいもいないか。8種類ぐらい、8分の1ぐらいを引き当てればまだまだトロ上げれます。逆に引けれなかったらもう今後上げれる方法がない。よいしょ。で今回の相手さ、プリンセスタワーだからさ、なんか戦いやすいな。プリンセスタワー弱くね、こう見たら。弱くはねえんだけど、多分もうダガーガールとかブラスターに慣れすぎちゃったっすよね。よいしょ。バレルとかオールブレイカーがね、刺さりやすいのが幸せすぎる。いやーボムタワー強え強え。いやー便利なことですよね、お散歩も。さあナイス、よしよしよし、落ち着いてんな。あのほんとこのデッキの弱点はなんだろうな、今ちょっとジャイ怖かったよなさっき。まあ基本的にバルーンが危ないと思いながら、バルーン来た時に特に集中ね。え来た、ちょ本当にちょチャンピオン何枚いたっけ。 1,2,3,4,5,6 種類か、6種類なんだよな。ここにいねえやついねえよな。6分の1っす、マジで欲しい。13レベルにしたい。いきます、6分の1カモン、お願い。え選択肢ない。えちょ待って。ちょ最悪だ。え選択肢ない、あれか。いや解放とかでもされてるっすもんね。なんで選択肢ね。え選択肢にないなんてことある、たまたま。いらねえ、外れ外れマイチーでした。うわぁ、欲しかったのんな。え、今のダガーバナーちょっと可愛いの。さあ、まあ、この辺も手に入れまして、もうすぐではある。そして今の相手をチェックすると、え、2連チャンフルカンやん、フル14、やばすぎる。もうそういうトロタイってことですよね。いやーダガーがあるか。いや絶対ダガーの方がきついんだよな俺は。嫌だね、端前プリン。怖っ、さすがに。怖すぎんだけど。いやーここのさ、オールブレイカーを飛ばしてもさ入らない、ゴブリンバレルを飛ばしてもほぼ入らない、きつすぎる。ケツメが普段しないんだけどな、一回だけやろうかな。いやーこれでペッカとか来たらあれですけど、まあ枯渇だったんで。スケブプリンセスね、あーロケ砲に穴埋めはね打たない方がいいかな。もう一枚ぐらい絶対なんか来るんで。いやこれもう一枚陸いるな相手。メガネと頑張れ、飛べる、でかい、しかもダガー寝てる。オッケー、いやからの、いやーまあゴブリンバレルこれ相手にスケルトン部隊使わしたいな。エレキ、いやー難しいな。いやそれはねちょっとやりすぎちゃってる気がする相手。いや火花で飛べ、でかい。ここはナイトとかスケブのサイクルなんで、オールブレイカーの方がいい。うわぁ、いや、だがいい。やばー、やばー。ボムにするか。怖い、怖い、怖い、怖い。このスケルトンでさえも怖い。いや、でもいいダメージ入ったな。いや、ロケットとか今んとこないんでね。まあ、今ありそうなのが、進化ロケット方式か。進化ロ結構やだな。
いやデフォロッキーこう、いやあれ踏んだらだいぶいいカウンターになりそうだけど、いやー怖えかこれ。やだめ使った、願いとかやべ忘れてた。あぶね、なんかメガネで来ねえのかと思っちゃった一瞬。いやここの進化スケめっちゃいいぞと思ったけど、いやまあまあ一旦入るでしょう。でけえ。いやからのゴブリンバレルいっちゃいたいな。なぜならチャージがないからね。あなた今たまんな。よし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 、チャージ不足おめでとう。おやまだまだいけんのかこれ、ここに来て。さあ7150ぐらいか。ここは出ていいんじゃない。ウルトラ俺まだ出会ったことない。スーパーレアが一度だけ。一体いつになったら来るんだかも。うおい、やばこれあります。ね、レアからスーパーレア 25% で上がります。いきます、カモン。うわやばこれ、俺に初めてをくれんのかウルトラレア。ちなみにスーパーレアもう俺今まで1回しか出たことないんで、もう2回目です、もうこの時点でね。でウルトラはまだ出たことなくて、スーパーレアからウルトラは 30% の確率で上がります。3回に1回ね。で前1回上がんなかったから実質これで3回で2回目なんで3分の2ぐらいで残りのね当たります。え、ほぼ当たるやんじゃん。あざっす、いきます、カモン。あーさっきいやーいやー美味しいよな。同感が意外と、もしかもスーパーレアの指南書っしょ。え、美味しすぎん。オールブレイカー13にしたと14にできるわ。え神がかっているか、神がかってはいるんだけど、まあ、金もねえしね、ウルトラ出ろやっていう話なんですよね。それなら。うわー。え、そしたらワンチャンメガナイトさ、ウルトラのあれからワイルドカードみたいな、エリートワイルドカード5万枚手に入れてさ、メガナイト15レベル。え、あったな、その流れ。うわー、ウルトラの箱。まあ、でも今これで 30% を2回外したことになるんで、理論上次の箱ぐらいでほぼ当たりますあの状況にまでなれば理論上次はね、はい、なると信じて。え、待ってくんのしょっぱすぎるんだけど。ベビー14ね、感想は当たり前って14が当たり前。ファイボで飛ぶか、あーしょっぺファイボで飛ぶんか、なるほど。お、寝てんなこれ。オールブレイカーちょっと行きたくなるよ。なんだメガネ飛べない、飛べないデブはただのブー。お、これ寝てんな、撃てるんじゃね、一発いいね。しかも金技能もできない。え、からのお願い、たまんないで、たまんないで。だがファイボー、ヤナメファイボーか。まあ、ファイブ使ったんで、後ろリトプリアできる。で、バルキリー。バルキリーベビーか。全然デッキはわかんないが。全然わかんないが、まあ、組んで良さそうだな。これ組んで、バルキリー、直当てしてくる、かな。で、ガーディアンで、ああ、吹き飛ばしてもよかったか。ああ、失敗な。だいぶ。なんかね、バルーン的な可能性もちょっとあって怖いっすよね。いやーまあいいか。まあ問題は俺の攻めを通すプランがねないね。これは絶対届かないけど、よしよしよし、コースを使わせてね。もしかしたら届くんじゃないかっていう錯覚を起こさせて。いやー
自分からこれ攻めないといけないのしょっぱいな。え、ロキコ、はい、守ります。はい、いやいいね冷静な対応ではある。まああと1400がね世界一遠いんですけど、どうせ相手がヤナメ 5K 使ってくれるんで、うわーさすがに OK、 早めに縛ったの偉いね。ワンチャンない？いやいやちょっと怖いな。ぬるっと敗北避けたいな。こっちに来い。でっかー、マジでそれなかったら終わってたわ危ねー、ちょっとぬるっとファイボ削りに負けそうではあったか危ねーって、もうちょっと楽させてくれよね。さあ7200だ次で。うわーマジこの辺上げてえのんな、この辺上げてえが金がねえんだ。金がなんか全然負ける気配がしなくなったな。怖い試合は多いがなんだかんだねまだ生きてはいる。さあベビー14ブラスターがええんだよな。ブラスターがいやーまあまあまあ、いやここでバレンとか来られたらちょっと怖かったりするが、一応ボムもある。お、いやーこれバルーンのパターンがねあるっすね。やべえかな。いやオッケー、マジブラスター最強すぎだろこのゲームブラスターゲーやんけ。でけえコストねえだろ。あるんかーい、ゴリゴリに。いやーあのゴブリンめんどくせー。え、嘘って言って嘘って言って、あんた寝すぎだろ。何やってんだよキノコ。いやー、まあ、バルーンね、バルーンね。いやボムが大事なんですよ。ボムボムよし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 。いやこのボールブレイカーが本当にね無駄無駄すぎではあれが仕方ないね。ダガーガールだとね。いやいいよ落ち着いて、バルキリーランバイレキビビね。気ぃつけなきゃ、気づいたら終わってそう。このボールブレイカーとかちょっといいんじゃない。いやーまあ暇目がないとでもしとっか。まあじゃあボム最強なんでそれだけ徹底して、まあここはいやーチャージ不足だもんね。
ふう。フリーズとかのドッキリもね、可能性としてはちょっとあるんだよな、相手。まあ俺がミスった瞬間負けて終わるバルーンの。いやー美味しい。バレル強え。ランバー解けないんだけど全然。いやーいいよ。一応ね。え？ってか回転早すぎんこれ。もうゴブリンバレル回ってんのやばいっしょ。エレキ やめなさい。オーケー。やーべえ。対バルーンもね、もうここまで0から7000までやってバルーンずっときちかったんで、もう立ち回りがね、対バルーンだけ異常に上手くなってるわ。いやー奇跡的にリトプリとか出てこいよ。うわやばいね。仕上がりきてます。さあ7200到達。え、嘘じゃないです。本当にね、これゼロから負けてないです。ゼロから7000か。何回負けてないんだろう。何連勝してんだろうね、これ。10連勝で300。100連勝で3000。200連勝で6000。はい。あとは分かんない。いや、待って、これ、ペッカ工場の可能性あるな。え？ってか、ロケット押し生きてんだけど。これ、ペッコーだった時に、結構、詰むというか、超きつい相手だと思うんで、もうこの攻めぐらいで終わらしたい。なんか嫌だなぁ。ロケコ？いやー、よくやったよ。よくやったよ。いやー、いいでしょう。さあ、全然、よくわかんない工場デッキだ。いや、確実に近畿したい、私は。いや、このデッキでも、そしたらすごいな。マジ。すべてに戦えるっていう、このポテンシャル。呪文と施設のね、安定感の良さよ。いやー、飛ばしたっていいが、飛ばさなくてもいいな。ガイン。ああ、そういうのめんどいね。エリババに普通に負けそう。メガナイト頑張れよ。スケブいたんで、手前にします。まあ、やなめは。さあ、これは、守る用のオールブレイカーで。痛いよー。まあ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 、相手のダメージを食らわなければ、そんな負けにはならないんで、ゆっくりね、ちまちま削ればいいんですよ。いやー、あれ、進化ロケコ、嫌だな。こうやって何が来るんだろう。あ、これでも進化スケドリームない？頑張れ。え、やばい、待って、やばい、そのエイム良すぎだろ。どうやったらそうなんねん。どこの天才や。いやー偉い、偉すぎるタゲが。いやー、しかもガーディアン。まあ、スケブとかちょっと使ってもらってね。いやだね。うん。島削りして。これ強いな。いやー、近畿化されたくはなかったが、ダメージ勝ってるんでね。変なことしなきゃ。大丈夫な気はしてる。いいよ進化スケ無限にね。
入んねえかなこれ。一発うい、美味しいね。削っちゃうよ。お、いや予定と違うが全然いいよ。さあナイス。え、なんか8000いけるんじゃねえかこれ。さすがにかな。え、ね、相性が良かったな。負けんのかこれ。俺って、わって珍しい。これ絶対強いやつだ。タワーレベル11っしょ。当たるはずがない。知らんけど。あー、エネルギーも低いしな。え、おや。おや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 。え、てかプリンセスタワーののマジで戦いやすいんだよな。だって単品オールブレイカーできるもん。これだけで幸せなんだよな。単品オールブレイカー、そう考えたら強すぎたか今まで。あー、いやー、ファルーチェ、いやー、まあまあまあ、これうちのドッスンでね、全回収あります。よしよしよし。まあ気持ち程度のスケぐらいなんかつけといてあげようや。いやー、ペッカね、ペッカの匂いがしてたもんな。ちょっといやだ、このスケが食ってる。バルーンとかやめてほしいな今。うん、これブラスターで止まんのか怪しいな。いや、ペッカの射程伸びすぎでしょあんたさん。え、これスケベ回ってないやな。エレキ、いや、このゴブリン一発に価値がある。ちまちまいくよ俺は。いや、ここでスケベファルチェ、うん、使わしたいね。コストコスト使わして、いやー、まあファルチェサイクルか。踏んでいいな、踏んで。ペッカ来る。まあ進化スキャルんでね、やらめ使った、ザップを使う。そうだよね。危ねえ、なんかちょっと怖えやん。行っちゃっていい気がした。これはキング起動はしてほしくないです。うっ、やべえ、いい試合すんね。おもろいね。おもろい試合してんな。やなみ持ってたもん。いやー、これ攻めやなみ打つ勇気はねえな俺に。残れボム。いや、リトプリ延命ちょっと良かったんじゃないのかこれ。ちょっと苦しいぞ、コストが相手。いえ、そうだよね。オッケー、ガゴブレ美味しすぎんな。やだ、雨あるもんね。よしよしよし。え、止まんねえぞ。あー、エリポン持ってたんか。あー、俺のデッキエリクサーポンプきついっすね。エリポンから始めるとちょっと終わるかもね。さあ、というわけで今日はね、ここで終わりましょう。7270ね。いや、なんか思ったよりも勝ててる自分にびっくりなんですけど、まあ正直本当いつ負けてもおかしくないと思うんで、ちょっとね、7500、いや8000目指そうかなと思います。また次回もお楽しみに。では、お疲れ様。またね。